まあ、海洋観測の基本なんですが、海の、まあ、塩分とか水温の、まあ、表層から一番深いところまでを測定するための CTD センサーというのがあります。で、大きく、まあ、パソコンにつなげてリアルタイムで、測定する、まあ、有線ケーブルがついている有線タイプのものと、パソコンにつなぐ必要がない中に記録媒体が入ってて、スイッチをオンオフするだけで、測定できるメモリー式の CTD っていうのがあります。で、今日は、実際にどういうふうに海水中の、まあ、延直プロファイルがどういうふうになっているのかっていうのを調べるのに、このパソコンにつなぐタイプ、有線タイプの CTD というのを使います。で、CTD はコンダクティビティテンパーチャーデプスセンサーの略で CTD と言ってます。で、水温とか塩分を測る以外にも、それぞれの機種によるんですけれども、これちょっと青い光が出てると思いますが、クロロフィル、青い光を当てると赤い蛍光が、植物プランクトンから返ってくるので、クロロフィルの蛍光値を測ることができるクロロフィルセンサーとか、あとは酸素の、酸素濃度を測れるセンサーとか、あとは海水中の光の、強度を測れる、まあ、光量子センサーがついているものとか、いろんなタイプがあります。じゃあ実際に、このセンサーを下ろして、下ろしていただいてで、実際にパソコンでも操作してどういった、水温とか塩分とかの表面から海底までの延直プロファイルが、見れるのかっていうのを測定してみたいと思います。